2004年を最後に行われていなかった伊東市のイルカ追い込み量が、今年は水族館などに提供するための生態捕獲として行われることになりました。伊東漁協は昨日、今年行うイルカ追い込み量について説明会を開きました。今年の量は食肉用としての量はせず、水族館など飼育用の。 生態捕獲として行う方針で気候や発見場所など条件が揃えば行うということです漁の期間は来月1日から来年3月末までですすでに関東圏を中心とした水族館などの複数の施設からイルカが欲しいとの問い合わせが入っているということですまた伊東漁卿は漁自体の存続にも触れ 今、漁を行わなければ伝統が途絶えてしまう。市民の方には温かい目で見守ってほしいと訴えました。